むちゃくちゃ英語が伸びた生徒、中学生レベルです英語としては。全問正解しちゃうんですよ、同志社の問題とかやっても。マーチでもさ全問正解しちゃうんですよ。これはどういう意味かっていう推測ができるようになって、9ヶ月でどうやってできたのかっていう。始まりました、もてチャンネル。さあ今回はですね、むちゃくちゃ英語が伸びた生徒ということですね。今まで変な生徒ばっかり紹介されてて、すごくできるようになった人のね例をね挙げてくださいって言われたんですよ。挙げます。じゃあ今年指導してた人にねいたんで、ちょうどねすごい伸びた、こんなに伸びた人を見たの久しぶりだったね。どれぐらい伸びたかっていうと、1月の最後から見てて、最終週から始めて、でもちろんあの自学自習中心ですよ。僕が何かをこうがっつり教えるとかするのではなく、こっからここまでやってくださいねっていう管理ですね。これをやってね、これをやってねみたいな管理をやってて、時間もとんの大変だった。他教科も当然あるわけで、で他教科との兼ね合いとかも考えなきゃいけない中で、現役生ですからね、高校生なんで、その1月末の段階では高校2年生でしたね。でどれぐらいのレベルだったかっていうと、中学生レベルです。英語としては中学生レベルなんだけど、家庭教師がすげえなんか難しいことやってたんだよね。なんか昔すごい有名だった予備校の先生だったらしくて、でテキストとか見たんだけど、全然こんなレベルじゃないのに何やってんのみたいなね。で全然合ってないよそもそもレベルがって言っても、本当にゼロからやって、で今はもうね10月のね真ん中あたりにカンカン同率の問題やったんですけど、全問正解しちゃうんですよ、同志社の問題とかやっても。であれもうこんなできるようになってんだなと思って、まさか同志社も全部正解しちゃうとは思ってなくて、あマジって思って、次マーチやったらさ、マーチでもさ全問正解しちゃうんですよ、みたいな。いやもうだ昔だったら考えられないですよ、考えられないレベルになってるわけで、単語もすごいレベルが高いわけじゃないんですよ、単語力めっちゃあるわけじゃないんで。ターゲット1400を完璧にしたんだよね。1400完璧にして、これ足りんから1900やってって言って、まだ1900終わってない状況で、終わってない状況なんだけど、同志社とか全部解けて、で聞くともう単語知らないけど推測できるようになってるんですよ。もう完全に構文めっちゃやったんで、構文やってで、これはどういう意味かっていう推測ができるようになってるんですね。そう、最初の頃めっちゃ大変だったけど、だって単語もわかんないし文法も知らないしさ、それがもうここまで来たと、ね、10ヶ月経ってないよね、10月の段階でもう解けるようになってたから、もうほぼほぼ2月から始めてるからね、9ヶ月だから、9ヶ月で中学レベルからマーチも超えるレベルまで行って、9ヶ月でどうやってできたのかっていうのをね、とね話したいかなと思います。でまずなんとか助かったのは、単語だけ足したんです。もうなんとかターゲット1400の単語だけはなんとか覚えてる。まあこれはこれで厄介なんですよ。なぜかって中学単語知らない、中学基礎単語知らないのにここが入ってるか ら、 だからまず最初の指導で見るんですけど、大岩とまずあの肘先生のさ、ゼロから英文法と大岩の一番初めの英文法どっちがいいって言って見てもらって、で大岩の方がいいですっつって大岩のやってくんだけど、基礎単語が分かんないから読めないんだよ英文が。もう最初の状況から大変だから、 SVC とか SVO ってやる前にそもそも単語の意味が分かんないんですけどみたいなのがいっぱい出てきてしまう。でこれがまあさらにね進んで、読解のための英文法ってまああるじゃないですか、必修編ね。あっちに進んだ時はもう知らない単語が山ほど出てくる状況でね、大変だったんです。でもターゲット1400で出てくるんだったら難しい単語でも分かるんです。でもこれがねまずどうしたらいいんじゃってなったんですけど、当たり前ですけど単語分かんないと文法の説明してる本も読んでいけないんですよ。だから単語絶対やってくださいね。でただ1400のはあったんで、そこは楽でした。基礎単語は後から足してきゃいいんで、そんな読んでいくうちに。で大岩のやつ最初めっちゃ苦労しましたよ。なかなか進まない、考えたこともないことだらけだから、へえみたいな感じでなってって、結構これに時間かかったんだよね。もっとすぐ終わらしたかったんだけど、まあとにかく多教科もあってなかなか進まない。で単語も毎日のように覚えてもらってたからね、面白い質問がね、もう考えても見なかった質問いっぱい出てくる。ツイッター上にたくさん載ってたんですけどね、実は、はい、ただ素直に聞くんで、言うこと聞いてくれるんで、やれって言ったことはやってくれるんで、身につくのに最初時間かかったけど基礎がこうついてってたわ。で読解のための英文法入って、で文法の問題演習はレベル別問題集の2かな、そこに行ったんだよね。そうこれあるやつなんですって言って、ああいいよじゃあそれでって言って、それやって
ってプラスでどっかにダメない文法入って、でそこで構文取る好きになったんですよ。これがでかかったですね。 SVO とか SVOC、SVC とか取るのがすごく好き でマジで今はむずい構文も間違えないもん、ちゃんと取れる。でしかもその SVOC とか書いてかなくても読める、要素の分離だって見抜けるし、これがでかかったですね。 SVOC が分かったっていうのはでかかった。でその後も自分でつけるようになってったんですよ。でやる問題やる問題 SVOC 書いてって、で理解していくようになったんですね。でその時にもう構文が分かればいろんなものを推測できるからね、ほらここイコールになるでしょうとか、ほらここに手術の関係成り立つでしょう、ほらざっと説取ってるから思う言うでしょうとかって、でこれがどうせ長文になった時に分かるようになるから、そのためにやってたんだっていうのを分かるようになるからって言ってて、もうその通りになってます。今知らないものが出てきても、ああこう来てんだからこうだよね、あ論理的に考えてこれだよね、この形取ってるからこれだよね、意味はねっていう風にできるようになってて、今本当に言われた通りにやってて、まあだからある意味伏線回収ですよ。ここで植えてた種が今花開いてちゃんと意味が分かってるみたいな感じになってて、スル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 っとレベルが上がってった。最初もちろん時間かかりましたよ。どっかに食べない文法だって知らん単語だらけだからめちゃめちゃ時間かかりました。発展問題みたいなの全部飛ばしましたからね、できないから。でレベル別問題集も時間かかった。もう2はね相当時間かかった、なかなか終わんなかったよ。この辺はもうなんて下積み期ですよ。なかなか自分のレベルが上がってるっていうのもわからない。でドーピングいろいろしてねやってくけど英検準2級も受からないみたいなね、そんなレベルですよ。でそっからこいつらが終わって、でまあ推薦の入試があったんで試験やんなきゃいけなくて、その試験が終わってだそこまでなんとかしなきゃいけないっつって、もうドーピングでそこをやったんだけど別のところを目指すん で別のところも推薦があるんだけど、推薦もめちゃめちゃ難しい試験があるんですよ。全然カンカン同率やマーチより難しいです、はい、推薦でもね。でそこのために勉強しなきゃいけないってなって、もうせっかくすごい基礎は身につけたんだからそこを上積みしてって一気にできるようにしようっていう風に言って、でそこでポラリスですよ。ポラリスの英文法ね、あれやってきました。はい、地道にやってって、まあレベル別の2とは全然違いますから、ね、わ入試問題ってこんなむずいんだってなるわけですね。ででもちゃんとやった、ちゃんと説明できるレベルまで持ってった。そしたらもう読解のための英文法もう一回やった時は発展問題もできるようになってたし、あこれだったらもうポラリス1いけんなって思ったんですね。最初ルールズやらせようかなとかって思ったんだけど、ルールズ1の方が簡単なんでできちゃうんじゃないかなと思って、でポラリス1をやってみたんですね。そしたら時間はかかった、すごい時間かかった。やっぱり読解やってこなかったから、やってこなかったんだけど、でもね間違わないのね。でできんだっていうことに、まあ、気がついたわけですよ。もう単語地道にやってった、あちなみにもう今は1900やらせてますけどね、はい、ターゲットの。いやあれ地道にやってってポラリスの英文法も終わった。そしたらこんなできるようになってんだなって思って、ここまでじゃあできるようになってんの、あとスピードだなと思って、とポラリスの最初の頃はもう全然やっぱスピードが無理と終わんない。でもだん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 上がっていくことに書いてあるんで、目標回答時間ね、そこに間に合うようになってったんですよね。でターゲットの1900にこう入ってったら、あどんどん読めるようになってきましたって言ってて、で回答根拠もちゃんと合ってるんですよ。全然間違いない。これじゃあさもうポラリス2いけんじゃないのこれって思って、2行っても間違えないんですね。あれこそねモンさんに同志社とかも入ってるじゃん。でだからもうマーチの問題だったら、長文に関してはね、まあ、文法語法はまだ知らない知識あると思いますけど、全然長文問題間違えないんですよね。こんなレベル高い単語とか入ってくって大丈夫なの？いや、推測できる。構文やったから、構文で形から推測できるし、あとはもう論理的に読んでるから、こうやって内容書いてるんだから、次にはきっとこういう内容が来てんだな。ほら、先生言ってたじゃないですか。コロン来たら具体例です。だから具体例どうせここ来てるだけだろうなって思って、肩書きあったら別にぶっ飛ばしていいって言ってたじゃないですか。だからここ別にちゃんと読まなくてもスパーっていけるから、時間そんなにかかんないです。どこが重要でどこが重要じゃないかとか、ここが抽象でここが具体になってるとか、あここ対比だからこの後こういう話になるんだろうなっていうのがもう分かる状況になってたんです。だからこれは、ああ、成功例だなって思いましたけどね。ちゃんと言われた通りにやってってできるようになったって思ってね、結構感動しました。だからやっぱりちゃんと単語はやると、言われた通りに単語やってた、ちゃんと文法やって、ちゃんと構文取れるようになった、これがめちゃめちゃでかい。この構文取れるようになって論理的に考えられるようになったらマジでマーチまではいけると、基礎だっていうのを証明しましたね。だから中学レベルからでも全然いけるっていうのを見せてくれたので、それは大きかったなと思いますね。中学はそうそう行ってないんですよ、中学校行ってないから、中学校何もやってないっつって、だからよかったね。そうちゃんと積み重ねていく、こう上げていくといけるっていうのをね見せてくれました。ということで成功した教え子の話でした。ぜひですね皆さん参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。そうなんです、やればできるようになるんですよ。頑張ってください。